どうもおはようございます、おめぺんです。チームデスマッチの方ねやっていきたいと思います。はい、ですね、風邪ですねこれ少しね声がやられてちょっと鼻声ですか、よいしょ。というわけで考えていきます。こちらは武器の方ね、SN6 の、なんかたくさんキルすると手に入る武器ですね。名前何でしたっけ。もう、とりあえずね、このトイヤグモみたいなカラーいいですよね。よし、よく顔を出してくれた。やはりね、SN6 はとても使いやすいですね。合ってますね。なんか、強武器がね、なんとかとかいう話もあり、待てい、ナイスキルとかいう話を関係なく純粋に私が、なんという速度。あ、お願いします。使いやすいですね。やっぱりね、おすすめは、精度をさらに増すためのグリップとか、アドライがいいですね。アドバンストライク、よいしょと。弾がちょっと欲しいので角間がもいいかもしれないです。まあね、私の命中率はとても悪いので、脅威のバラ向きをしてるんで、ほら見たでしょ今はい、まあ、うまくやってきてますね。とりあえずなので、それとまあ安定のラピッド、よいしょ、いい、はい、めちゃくちゃ説明しながらもうまいでしょう。いや、うまいでしょうは違いますね。うん、そこそこでしょうはい、自虐はしませんかね。うん、おごりもよくないですね。さあ、あっちの方だな、リスが飛んでくるかな。いや、怖いな。うわ、待ってよ、ちょっと、おっとよ、危ねえな、弾がなーい。弾が、ん仲間か。今の人のやつを、いや、やばいな、なんか、ターンっつったね。よいしょ、よいしょ、待て、あっぶねえ。どうでした、あ、うん、仲間か。うん、なぜ重なってくるのか。とりあえずドローンまで行きましたね。あー、やばいな、あれやばいな。あー、ここだね。よいしょっと、行けドローン。あとはまか、うまはっ、ちょっとやっとねー、弾ねー。いやー、レートが速い、あっ、ちょふぅ、レートが速い武器はあれですね、弾がなくなりますね。ちょっと待てい、あー、うん、マジです。10連まで行ったんですけどね。結構いいとこになったね。待てい、うん、スマホが鳴っている。おっ、仲間か。頑張れ、私のドロー。いないよね、倒したいね。頑張れ、私のドロー。ちょっとあそこら辺ふわふわしてるけど。ああ、お疲れ様です。さあ、こっちかな。正面切って戦うのはねダメなので、なるべく打ち合わないということは大事ですね。あ、鎖が。おっとっと。待ってくれ。うわ、危ない。しかし、仲間と離れすぎるのも良くないですね。あ、なんだこの顔。あ、仲間か。敵か。上行った？お前。ちょっと待て。待てー。ザボックス、これ UV なんて怖く、まあ、うん、やるじゃないか。いやー、でもいいですねこの武器。なんか綺麗ですよね、色がカラフルで。私ね、本当はあまり、お、レーザー、あ、ダミキュー虫か。働くな、ダミキュー虫。これ取ってくれたんで、もうボックスシステム使っちゃいましょう。こちらね、こう好きな色はですね、まあ、青と、まあ、エメラルドブルーみたいなね、青とか紺みたいなのですけど、と、まあ、あと赤ですね、ワインレッドみたいなのが好きなんですが、まあね、だいぶ緑と黄色とかがあまりね、まあ、ちょっと好まないので、服
としてはね、たまにちょいちょい緑とか着るんですけどね、濃い色とか深緑とかですね、はい、まあね、その色の好き嫌いもね、最近で、まあ、そう、外部の陰で仮面ライダーの外部の陰でオレンジがちょっと好きになるという、そして残月の陰で緑も好きになるといういやーいやーいやー、すごいですね、やっぱ好きなものが色ってね、やっぱ影響してきますね。じゃーん、私結構ね、あの好きなドラマーとかがあると、そこからね、あー、まだいるのかな、あ、まだ好きなドラマーとかのね、出演者のことも全部好きになっちゃうというのがあるので、お、いいね、パラディン、いい例がですね、まああれですね、結婚できない男ですね、結婚できない男でも、スイミーすごい、あの歌がね、いい、エブリリトルシングの、あ、いいや、寝てる、スイミーがとても好きでね、そしてまあ、元からね、トリックが大好きだったので、大好きなのでね、現在進行して、阿部寛さんがね、とても大好きで、で阿部寛さんとが出ているということもありますし、純粋に作品も面白いので、まあね、早川優衣でしたっけ、夏川、違う、それは早川先生、逆に、まあ、テリー、夏川優衣さんがね、女優をちょっと押すようになったというか、単純ですね、すごく。丸ごと好きになっちゃいますね。よいしょっと、うん、まあ、そのシステムアップされると思う。負けてんのか、これ、ギリギリ。ちょっと勝ちたいな。ペラペラ喋ってる場合じゃないかもしれない。いない。ジェットレーダーが。おいしょーと。ちょっと。アシストか、マジで。結構今。おっと、待って、あー。まずいな。もうちょっとだな。いけるか。誰か、あー。惜しい。とても惜しい。いやー、ドラマトークしたら、気づいたら、いい勝負だったんですけどね。あー、ロンバイロンバイ、はい、お、まあ頑張ったんじゃないですか。19キロ7で3アシスト、SN6 がね、多分相武器に似合うかなとちょっと思っているところでございます。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録の方へよろしくお願いします。要望等ございましたら、コメント欄かツイッターまでよろしくお願いします。